まあ、今はもういいじゃないか。我慢しようと思ったんだけどさ。買いに行けよ、自分の分。ほら、コマさんすごいびっくりしとるやん。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、邪魔。ってことで、今回ちょっとマタロウでやっていこうかなと。ここ誰やろ。気になる。黄金の棺が怪しく輝いている。棺を開けてみますか。開けます。めっちゃ怪しまれとんやない？ちょっと。あいつら洗脳解けてねみたいな。めっちゃ見張られとる感。あ、なんと俺は負けん。奴らの思い通りになどさせるか。もうなんか抗いよるよ。会長、こんなところにいたのかよ。もうそのまま抗って。自分で打ち勝って。千葉陣平か。ほら、記憶もしっかりしとるやん。どうしたの？すごいやん、精神力。なんか変だぞ。よく聞け。どうやら私の体は、奴らの洗脳にかかりつつあるようだ。あ、もうダメや。なんかフラグや。もう完全に乗っ取られる感じやね、この後。洗脳？よくあるやつやん。もうちょっとしたら俺の体は、みたいな。抵抗してきたが。これ以上近づいてくると、お前を攻撃してしまう、みたいな感じのやつ。間もなく。ほら、私はお前の敵となるだろう、あるあるや。ならばその前に私を倒せ、ジマ。よし、頑張って戦ってこう。いや、でもとりあえず戦おう。戦った後でまあいろいろやり取りしてくれれば。うおとりあえず何、完全に洗脳されたら変身するの？人兵変身してなかったよ。おいどういうことなん。やれ、ジマ。私マタロウの時も思ったけどさ、エイリアンの駒になるなど死んだ方がはるかにました。ピラミッドに入る前に中でまた戦闘があるやろうと思っていろいろと武器とか技とか強くしてきたんよね。するんじゃなかったって感じ。頼む。しょうがないけども。会長、まだ意識あるんやね。分かったよ、俺が助けてやる。よし、頑張ってぶちのめそう。必ず会長をまともにしてやるからな。粉砕しミストシャドウ。尻となるがいい。ああ、もうね、乗っ取られたわ。今俺が助けてやる。もう乗っ取られたわ。待ってろ、ちょっと待って。変身。まったく、お前というやつは。ウルトラマン的な感じかな。イエーイ。シャイニングボーイ。僕は宇宙一のヒーローだ。シャイニングローリングスクリュー。シャイニングローリングスクリュー。結構強い技やと思うんやけど、どうすか。氷結弾当たらんかった今、もしかして。よく、ヒールはまだいいんすよ。あの、他の技。えい至近距離から撃つやつ。任せろ。待って、ヒール使っちゃったわ今。シャイニングローリングスクリュー。ローリングストーンじゃない。ローリングスクリュー。よっ、ちょ、やめてよ。氷結弾。まあ、でも今一応徐々に回復しているから。ああ消えた。消えたよ。やっ。でいやー。シャイニングローリングスクリュー。君たちは侵入する。あ、間違えた。間違えた。何今の、なんか頭に直接。この私に協力しろ。何今までの記憶ってこと。これなんか話しかけてきよるの。真実かどうかこの目で確かめる。ほら記憶が蘇りつつあるとか。いや、蘇りつつというか、洗脳が弱まったのか、まあね、ラント君の場合元から洗脳他のメンバーより弱かったけど。どこまでも予想を裏切ってくれる。あ、もう気絶することなくそのまま復活っすか。はっ。おっ、ずっと意識あるまんまやったね。見ているか。さすが。エイリアンども。俺は必ず貴様らを滅ぼす。徹底的に追い詰め、一匹残らず根絶やしにしてやると誓ったのだ。家族を奪われた。次は誰かな。あの日。会長。途中で切った。思い知らせて。かっこいいこと言おったのに。この怒りの炎は洗脳などで消せはしない。これはさ、メンバーに組み込んどるキャラだけじゃなくて、他のみんなもってことか。
私はもう大丈夫だ。助けに行くのは。一応なんか全員転がっとったもんね。どうした？なあ、会長。余計なお世話かもしんないけどさ。何？会長が背負ってるやつ、みんなでやんないか？どうした？この空気感でなんか変なこと言い出すんかと思った。私が背負っているやつだと？ふわっとした感じ。復讐ということか。お前たちには関係のないことだ。私は幼い頃からずっと。いや、関係ないって言われてもね、ずっと一緒にやってきよるわけやし。だからてか結局会長が復讐したいんなら、何、みんなでやろうぜ。結局みんなの目的は最終的には同じことするんやろ。じゃあ一緒じゃね。何？どっちみち会長一人じゃ勝てないぜ。そうよ、仲間が必要よ。現にね、今洗脳されかけとったんやけん。確かにそれはそうかもしれんが、だが私はみんなで束になって、やっぱ人のあいつらぶっ倒せばいいんだよ。その辺がいまいちよく分かってないんやけど。棺はどこ行った？そうだな。って前から思いよる。ならば正式に要請しよう。奴らに復讐を誓った私に力を貸してくれるか？もちろん。会長、何お堅いこと言ってんの。やるに決まってんじゃん。うん、俺たちは仲間だろな。いいこと言うね。もはや何の迷いもなくタメ口というわけだな。ずっとタメ口じゃなかったっけ。一応なんか敬語混じりのタメ口やったんかな、今まで。さ、先を急ごうぜ会長。ずっとこんな感じな気がするけど、気のせいか。まだ他のものが残っているようだ。速やかに救出するぞ。さっさと助けてやらねえとな。造作もない。次は私がいるのだからな。どこだ。あ、あったあった。へい、これだな。これっすね。さあ次は誰だ。黄金の棺が怪しく輝いている。棺を開けてみましょう。誰や。お、マジラ様、コマさん、コマさん、マジラ様、万歳。やっぱりみんななんやね。コマくん、ん？メンバーに入れてなかったと思うし、うん、入れてなかったね、ここは。ここにいたのか。ん？入れとったような気がする。うん、わからない。君たちは誰？ここはマジェラ様に忠誠を誓った人以外立ち入り禁止だよ。僕たちの時と同じだ。コマくんも洗脳されてるんだよ。一応洗脳されとった時の記憶はあるの？何をやっても中途半端でダメだった僕をマジェラ様は拾ってくれた。何、その記憶は一体、ま、そういう記憶に書き換えられてるってことか。そのご恩に報いるためにも僕は頑張らなきゃいけないんです。記憶というか体験はないっすからね。お、変身するよ。マジェラ様に逆らう人は許しません。さあ覚悟してください。なぜリトルコマンダーになったらそんな感じになるのか。コマくんやる気だよ。どうするの、チンペイくん。一応さ、声はコマさんやろ、あれ。決まってる。俺たちでコマくんを取り返すぞ。行くぜ。次はラントを操作して。地球は青かった。なんかね、思い出すんだ。この戦闘しよるこの場所、めっちゃなんか悲しげな音楽なんよね。でもこの音楽って結構ダメだろ。あ、そうか。変身。コマ君が突っ込む時もあったな。そういう作戦だったのか。かっこいいぜ、ミストシャドウ。チンペイ君にしては起点が効きすぎてるし。追加ヒーローって感じ。中途半端なやつに話しかけてくれなくていいんだ。ほら、フォーミングショック。失敗したー。爆炎波。ん？避けたね。今避けたね。シャ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 。あー、やめてください。いやー。でもあれはね、きっちりきっちり追いかけてこんねよね。陽気なパーム。あ、どこ行ったんかと思った。ダークルメラン。ダークルメラン。失敗。お、いい感じやね。よきよき。そしてどんどんレベルが上がっていくぜ。で、待って、今。どうだ、ま、くんどうだ、コマくん、あと少しだ、頑張れ。え、他のみんなもさ、
変身した後って声一緒やったっけ？人平違うよね。大丈夫か？コマくん！お？俺、コマくんに謝らなきゃいけないことがあるんだ。あれやね、このピラミッドの中では人平のいいセリフがいっぱい聞けるわけやね。名言が詰め込まれとる。今までずっと怖くて言い出せなかった。でも勇気を出して言うよ。毎回毎回この振りの部分がさ、すごい変なことを言い出すんじゃないかという空気を醸し出しとんよね。何を？実は、あ、でもこれはなんか、実は俺、言いそう、変なこと。コマくんが大事に取っといた最後のプリン食べちゃったんだ。ほら、そんな泣きながら言うようなこと。え、僕のプリンじゃないかー。そっちあれ超笑顔やし。俺じゃないよ、あれほど食べないでって言ったのに。まあ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 、今はもういいじゃないか。我慢しようと思ったんだけどさ。買いに行けよ自分の分。ほら、我慢は体に毒って言うだろ。いや、反省の色なしかーい。ほら、ちょっとコマさんの立場がお、ちゃんと戻ったんすか。お、解き放たれる。しょうがないよ、マタロウくん。だってそれがジンペイくんだもん。座り込んでるんだけども、かわいい。コマくん、コマくん、元に戻ったんだね。よかったよかったね。なんでこのシーンにラントはいないの？うん。なんでいないの？一緒に来てやろう。やったぜ。やっぱこの3人じゃないとな。そうそう、あと一人ちょっと。コマくんがいなきゃ。今その場にはラントがいるはずなんだけども。なんなら動かして戦ったんだけども。存在が消されている。僕、今日改めて思ったよ。二人が友達で本当に良かったって、うん、もしかしてあれかな、救出する順番みたいなものがあったりしたんかな。順番っていうか、もこの回り方やったら、いつまで経っても友達だよ、なんか話がちぐはぐにならんよみたいな。うん、楽しそうね。僕が最後じゃないんだね。うん、全然違うよ。助けに行こう。お、毎回開くの間違えるよね。3人揃えばあっという間だぜ。さあ、あとはおかえり。この辺に、この辺の壁に、え、なくない？え、ない、え、ないけど、え、この辺の壁じゃないの？ないやん。あ、あったあったあった。こんなとこに。なるほどね。こういう中途半端な、廊下の部分なのね。さあ、次は誰だ？はい、棺を開けます。どんどん仲間も増えてきよるけんね。お、キュービアン。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。キュービ先輩、見っけ！そんな、かくれんぼみたいな。何者だい？さては君、侵入者だね。一緒に侵入してきたんだよ、君は。え？なんだよ、キュービ先輩。俺の顔忘れちゃったのか？ふん。僕はマゼラ様のような高貴な人間としか話したくないんだ。君みたいなどこの馬の骨とも知れない輩と関わりを持ちたくはないな。いや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 、おお、何？もう、早速。本当にもう全然話す気がないんよね。なんてこったキュービ先輩がおかしくなっちまった。俺のことが馬の骨に見えるなんて。そういうことじゃないよ。物の例えに決まっているでしょう。これだから教養のないチンパンの相手は嫌なんですよ。そんな喋り方やったっけ。さあキュービって、僕の華麗な技で地獄に誘ってあげましょう。いや、見た目的にはそういう感じの喋り方はないんやけど、そんなんやった。敬語キャラでしたっけ。君がいるから僕がいる。ナインテールはそういうキャラってこと。忘れちまったのか、キュービ先輩。俺たちの熱い友情を。あ、待って、突き刺されてる。僕は野生のチンパンと友達になった覚えはありませんが。かわいい。あ、こうなれやるしかない。出だしからかわいいよね、コマさんの変身。リトルコマンダー。チンパンチンパン言うけどさ、同レベだよ。君どうレベだよ。お前の時間だ。先生に関して。はーい。
非攻撃技みたいに出してしまった。普通に回復コメントビーいやー痛い痛い、突き刺さないで。いきます。狂乱のセレノーデ妖魔時代。いやー追いかけてこないで。ヒーローだ。粉砕する。お、あとちょっとやシリトナルがいい。お、いけたか。イエーイイエーイ。何が浮かんできた？エンラ先生か？何かが頭の中に浮かんでくる。何何何？キュービ先輩、何ですかこの感情は。お、違うのか、仲間に関してのことか。よーし戻った。頭の中に一人の女性が。ほら、エンラ先生やん。そこ一番最初に戻るの。よーし、一体誰なんですか。なぜ僕の心にこんなにも大きく。ここにおらんメンバーが一番に思い出されるという。これは。ああ、もう行っちゃおうかな。誰にも言ってなかったけど、実は俺。なんだ。もうエンラ先生のあれを手に入れたんだよね。何あれって。あれとはなんだ。いやもうすごい気になってるやん。それに。貴様がエンラ先生のあれを手に入れられるはずがない。いやもうエンラ先生分かっとるやん。エンラ先生とはってなってないやん。僕は何を言ってるんだ。何反射的に。よく聞け。しかもだ、俺はなあれを直接あーしてもらったんだ。何バカな。何貴様ごときがエンラ先生にあれを直接あーしてもらえるわけがない。何を言っているのかが全く分からないぞ。ちょっと待って、さらに僕は何を言ってるんだ。わからねえよ。はっはっはっは、残念だったな。あれか、もともとはああいうキャラやったけど、みんなと知り合って俺とエンラ先生の間にお前の割り込む隙間などない。ドーン。な、なにぃ。そんなものはデタラメだ。間抜けな復活の仕方やね。キュービらしいってキュービらしいけども、いい加減にしたまえ、ジンペイ君。戻ってきた戻ってきた。僕がそんな嘘に引っかかると思うのかい。エンラ先生が君のようなチンパンといい関係になるはずがないんだ。ね、でもチンパンとは思っとんやね。なんだと。そんなのわからないじゃないか。わかる。エンラ先生のことを誰よりも知るこの僕にはね。いやでもあれよ、見た目的にはあれかもしれんけど、中身は本当あの同類だから。同類だからね。とはいえ、どうやら僕は何かの術にかけられていたようだ。うん、解いてくれたこと感謝する。こんなことは早く終わらせて、早くエンラ先生に会いたい。残念だが、今半分ぐらいか。会うのは俺が先だ。そこは譲らないよ、ジンペイ君。あと2人ん2人かな。じゃ今は休戦して終わらせに行こうぜ。ゴーゴー。この辺りにいるのは僕たちだけみたい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか、もうこのフロアには、はぐれた仲間はおらんらしいけど、別のフロアって何、どうやって行くんだ。階段？エレベーター？ピラミッドにエレベーターないか。わからんけど。